ISO4217 コードが使用されている航空券の例。左下の航空券の価格は通貨記号ユーロではなく ISO4217 コードユーロで表記されている。タイの両外所に掲示された隠し通貨とタイバーツとの為替レートの一覧表。韓国ウォンのみ誤って国名コードの項になっている。ISO4217 は 1978年に国際標準化機構が発行した国際規格で各種の通貨を表すコードについて規定している。一般に通貨コードと呼ばれる。規格のタイトルは c o l l s for the Representation of c u r r e n c i e s and f u n d s である。ISO 4217は以下の3つの表から構成される。表、履歴及び現在進行中の議論は ISO とスイス標準化協会に代わってシックスインターバンククリアリングが管理している ISO4217 コードは世界中の銀行やビジネスで使用されている多くの国では一般的な通貨のコードは非常によく知られており新聞や銀行等で表示される為替レートは翻訳された 通貨名や曖昧な通貨記号の代わりに ISO4217 コードのみを使用している。ISO4217 コードは航空券や国際列車の切符に使用されており、価格についての曖昧さを取り除くために使用されている。なお主要国のレートを調べたい場合は、Google の検索欄に JP いにゃや支援はイン JP のように、 ISO4217 コードを打ち込むと、前日終わり値を検索することができる。最初の2文字は、ISO3166 から 1α-2 で定義された国名コードであり、残りの1文字は、通貨名の頭文字である。例えば、日本円の通貨名コードは、日本の国別コードが JP で、円の頭文字が Y であることから、日本円となる。 この仕組みにより、ドルやフランあるいはポンドなど、多くの国で同じ名前の通貨が使われていても、別のコードを割り当てることができる。なお、コードの3文字名が通貨名の頭文字ではない場合も、ある。これには、以下のいずれかの理由が考えられる。ISO4217 では、国家単位で発行される通貨のためのコードだけでなく、超国家的な通貨、手続き上の通貨などに、 同じ形式のコードを割り当てている。これらのコードは1文字目が点になっている。これらの目的のために点が使用されるのは ISO 3166から1では点で始まる国コードが割り当てられないことになっているためである。ISO 3166から1の予約コードリストに欧州連合を示す EU が含まれていることにより、 ユーロは超国家通貨であるにもかかわらず、X で始まるコードではなく、ユーロが割り当てられている。ISO4217 の規格には、通貨単位と補助通貨単位との関係を表現するための仕組みが規定されている。この仕組みは、通貨のエクスポーネントと呼ばれるもので、10に対するべき指数を表している。例えば、アメリカドルは、 その補助通貨単位である1000との100倍なので、アメリカドルのエクスポーネントは2である。通常、補助通貨単位は主要な通貨単位の100分の1であることが多いが、10分の1であったり1000分の1であったりすることもある。モーリタニアの通貨体系は重心法ではなく、ウギアはご公務である。通貨の中には、補助通貨単位を使用しないものもあり、その場合はエクスポーネントが0になる。 日本円には補助通貨単位のゼニがあり、名目上は1円の100分の1の価値を持っているにも、かかわらず、実際にはほとんど使用されないことから、日本円のエクスポーネントは例となっている。国別コードを規定する ISO3166 において、各国に3桁の番号が割り当てられているのと、同様に ISO4217 でもそれぞれの通貨に、 対して3桁の番号が割り当てられている。この番号は通常 ISO3166 から1の数字コードと同じである。例えばアメリカドルの通貨番号は840だが、これはアメリカ合衆国という国に割り当てられた番号と同じである。ISO 規格においては通貨コードの使用における間隔、窃盗時、設備時のいずれも規定していない。 欧州連合出版局は、英語、アイルランド語、ラトビア語、マルタ語の文章では、次に示すように、通貨コードの後にハードスペースと金額をつけることと、規定している。ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、リトアニア語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、 スロバキア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語では、順序が逆になり、金額、ハードスペース、通貨コードの順になる。上実のように、順序は、通貨ではなく、言語によって変わる。1973年、ISO 技術委員会68は、貿易、商業、銀行業務の、あらゆる用途で使用する、通貨や再建を表現するためのコードを開発する。 ことを決定した。国際連合欧州経済委員会の専門家グループは第17回会合で国際規格 ISO4217 の3文字アルファベットコードが国際貿易での使用に適していることに合意した。時間の経過とと,ともに新しい通貨が生まれ古い通貨が廃止されていく。このような変化は通常新しい国の成立、通貨の共有や 通貨同盟に関する国同士の条約、過度のインフレによる既存通貨のデノミネーションなどに起因している。そのため、コードの一覧は随時更新しなければならない。コードの一覧の維持管理は ISO4217 の維持管理機関である SIX Interbank Clearing が担当している。以下は2018年8月29日現在の ISO4217 の公式通貨名の有効なコードの一覧である。以下の表で使用されている表現は、比較では、コードはアルファベティックコード、数値はニューメリックコード、E はマイナーユニット、通貨はエンティティと表現されているものに対応する。有効な通貨のうち、以下のようなものは ISO4217 コードを持っていない。 独立して管理されているが、他の通貨と同一額面で発行されているマイナーな通貨記念紙幣、高価にのみ使用されている通貨未承認、または一部の国からのみ承認されている国の通貨 ISO4217 に正式に規定されていない以下の通貨コードが使用されている。以下は過去に使われていた非公式の通貨コードである。補助貨幣単位は株式の取引や エネルギーなどの資産の価格設定によく使用されるが ISO4217 では補助貨幣単位のコードは割り当てられていない補助貨幣単位を表現する非公式のコードとして以下の2つの方法が広く使われているこのほか、補助貨幣単位の頭文字の大文字に置き換える方法もある例えば南アフリカラントに対するセントのザックなどであるこの方法は 例えば、ポンドのイギリスポンドとペニーのイギリスポンドのように衝突が起こるため、あまり使われていない。暗号通貨の取引所では、ライトコインの LTC、ネームコインの NMC、リップルの XRP など ISO 通貨コードに似たコードが非公式に使用されるようになっている。ISO 通貨コードのメンテナンス機関であるインターバンククリアリングでは、暗号通貨や、 その他の独立通貨が ISO4217 に与える影響や役割について研究を進めている。過去に廃止された通貨の多くは他の通貨に置き換えられるまでは公式の ISO4217 通貨コードが割り当てられていた。下の表に廃止された通貨の廃止前の通貨コードを示す。ありがとうございます。